徳能良介徳能良介明治16年12月27日は幕末明治初期の薩摩藩士大倉官僚。意味名は通り生。通称は新江門。号は香る山。初代印刷局長、初代大倉議官。鹿児島の城下新屋敷にて薩摩藩士徳能直介の長男として生まれるが誕生2ヶ月前に父は急死していた。 そこで、藩は、母の基地及び、直助の母、藤に良助の養育を命じた。17歳で藩のご記録書書役助として出資し、安政2年より2年間江戸判定詰めとなった。小川御用人座書役として、島津成明、久光に近似して、文久2年の久光の上落に随行している。その後、小松清錬や大久保利道、西郷隆盛と結び、 慶応三年には、長崎ご婦人格として、長崎に駐在した。明治三年旧歴四月8日、大久保利市道の推挙によって、大倉大、進む県民部大進むに任じられる。当時の柿部大倉省は、大隈茂信、伊藤博文ら急進的な中央集権論者が、要職を占め、大久保と、たびたび対立していた。このため、そこに、大久保が、 薩摩出身者を送り込んで巻き返しを図ろうとしたと言われている。大久保が徳能を推挙したことを薩摩藩班長に伝えた書簡では、徳能と黒田清隆は政府における薩摩出身者の今後を左右する重要人物なので、薩摩への帰国を命じないように要請している。だが、大久保のこの戦略は失敗に終わり、大久保によって 同時期に推挙された多くの薩摩出身者のうち、大倉省の要職に至ったのは、徳能と松方正義のみであった。明治4年、民部省が大倉省に合併されたことによる人事異動により、水頭頭に認じられた。ところが、翌明治5年5月、会計簿記の様式切り替えを主張する紙幣、司兵党渋沢栄一と、その是非をめぐって、口論となり、 徳能が興奮のあまり渋沢に暴力を振るおうとしたことが問題となり、面勘処分となる。だが、間もなく司法省に招かれて、司法大進むなどを歴任する。前列左から、帝国陸軍中将、東伏見宮義明新能、イ王国、唐カ川カ国王、大倉京佐野城民、後列中央に、大倉省印刷局長、徳能良介、その左右に、 国王随員。明治十四年にカラカウアが外国元首として史上初めて訪日した時の記念写真。明治七年一月十五日に渋沢の公認であった吉川県政の後を受けて第三代の紙幣頭として大蔵省に復帰する。その後、明治十年一月十一日完成改革による極性度導入によって紙幣局長、同年十二月十日には、 初代の印刷局長に就任した。因縁の渋沢栄一とも和解して、その第一国立銀行と踊り就任を推挙したほか、銀行経営に必要な人材を育成する銀行学局を設立して渋沢がやり残していた様式簿記の普及に尽力した。さらに、イタリア人版画家のエドアルド・キヨスオーネラを招聘して、近代的な国営の印刷、少子工場建設に尽力。 明治十年十月十五日には、国産第一号紙幣である、国立銀行券一円紙幣の印刷を開始した。近代日本の高度な紙幣製造、印刷技術の確立に果たした功績は大きく、また、部下の信望も厚く多くの技術者を育成した。八百七十九年五月一日から九月十九日、印刷局長として、清洲総根を帯同して、伊勢神宮、正宗院。 京急など中部、関西、関東各地の古社寺、宝物調査。こうした功績によって、明治16年6月に印刷局長兼務のまま、初代大倉議官に就任するが、その年の12月に、職務中に倒れて、死去、万78歳。墓所は、青山霊園。墓石は、信仰があった清須総根が自らデザインによるもので、ある。 長男の徳能道政も大蔵省に入り、明治21年から19年間にわたって、印刷局長を務めている。長女は、西郷清子。ありがとうございます。